こんにちは、インターン生のゆうかです。今日はクルアンと導きについて勉強しました。クルアンとは人間を導く心理が詰まっています。心理の中でもお金の管理手順や生き方の基準が書かれています。お金のことに関して教えがあるのはイスラムだけです。人間は知識をつけないと何もできません。例えば電車が動いていて見ることはできても学ばないと、どうやって作られて何で動いているのかがわからないから人間には知識が必要です。ムスリムたちはクルアンから知識や常識、価値観を頼りに生きているから物事を穏やかに考えられるし常に余裕があります。だからアッラーは人を許す心を持つように教えていて、なぜかというと相手が悪くて怒っていても自分自身が嫌な気持ちになるだけであって、相手は何とも思ってないし、不安やストレスが溜まっていくだけであって自分には何の得にもならないからです。そしてイスラムは強制であってはならないのは、その人自身の意思で信仰しないと何の意味もなく、イスラムは正しいことしか教えてないから、正しいことをするのに強制は必要ないのです。ムスリムたちは代理人としてイスラムを伝えるけど、信じるかはその人たち次第です。クルアンは心の癒しであって、アッラーからの愛や慈悲がたくさん伝えられているのが伝わったし、イスラムは誰のためでもなく自分だけのためなので、クルアンをもっと理解して読んでいきたいです。そして誰かを許せる広い心を持ちたいと思いました。ありがとうございます。もし動画が勉強になりましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また見て。